1970年以降生まれの僕らの資産運用。日経平均株価指数、長期シナリオ1、エリオット波動理論、ジグザグの波。はじめまして、FP オフィス海援隊の重貞です。相場には波があります。波の動きを波動と言いますが、波動に基づいた投資理論にエリオット波動理論というものがあります。今回も前回に続き修正派を取り扱っていきますが、今回はもう一つの修正派のパターンであるジグザグについて一緒に学んでいきたいと思います。ジグザグの基本形、修正派は5つの波で構成される。衝撃派の後に出てくる A、B、C の3つの波のことです。エリオット波動理論では修正派の基本パターンをフラットとジグザグの2つに置いていますが、今回はジグザグについてお伝えします。ジグザグの特徴は下落相場です。ジグザグの波はフラットの波と同様 A、B、C の3つの波でできていますが、それぞれの波はより小さい波から構成されます。ジグザグにおけるより小さい波は5、3、5のパターンです。ジグザグの応用形、ジグザグの波は通常 A、B、C の3つの波で完成しますが、場合によっては3つの波のパターンが2回、3回と繰り返されることがあります。ジグザグが2回繰り返される場合、1回目のジグザグと2回目のジグザグの間に X の波が現れます。またジグザグが3回繰り返される場合、2回目のジグザグと3回目のジグザグの間にさらにもう一つ X の波が現れます。 X の波はフラットの波と同様、スモール A、スモール B、スモール C の3つの波で構成されます。このようにジグザグが2回繰り返されるパターンをダブルジグザグ、3回繰り返されるパターンをトリプルジグザグと呼びます。それでは日経平均株価指数でジグザグの波について確認してみましょう。これは2018年11月から2021年5月13日における日経平均株価指数の日足チャートです。日経平均株価指数は2021年9月高値をもって上昇局面である衝撃5波が完成し、それ以降下降局面として修正派を描き続けています。エリオット波動理論ではこの修正派においてまず1回目のジグザグが現れたと捉えます。2021年10月安値を A、 2021年11月高値を B、 2022年3月安値を C とした一連の修正派が1回目のジグザグの波です。そして1回目のジグザグが完成した後は2022年3月高値を X とする波が現れ、それ以降再び A、B、C の3つの波ができつつあります。エリオット波動理論ではこの一連の波を2回目のジグザグと仮定し、今のところ長期シナリオ1としてはダブルジグザグがどの水準で完成するかが焦点となっています。エリオット波動理論の書籍です。1990年に出版されたものですが、原文を翻訳したものです。他にもエリオット波動理論の書籍はありますが、ご自身に合った読みやすいものを選ぶといいかもしれません。視聴に際してのご注意。動画の目的、金銭教育としてのマネーリテラシーの向上、投資の推奨や金融商品などの勧誘ではありません。注意点、動画の内容は当事務所の見解や予測を示すものではなく、あくまでもテクニカル分析の手法についての教材であり、学習していただくことを目的として作成しています。また掲載された価格、数値、予測等の内容は予告なしに変更されることがあります。投資商品の選択や投資判断の最終決定はご自身の判断でなさるようお願いいたします。動画の内容を原因とする視聴者の直接あるいは間接的損失及び損害については当事務所は一切の責任を負うものではありません。ご視聴ありがとうございました。
チャンネル登録お願いします。